村淳一、23歳。これ何、大学生？あ、今大学院です。あ、大学院生、はい、で体毛が濃いと。はい、原始どのいつぐらいから、何歳ぐらいからもう濃いの？こうなんか噂になりだしたのが高校生ぐらいで、うん、あ、濃いってことで。そうですね、学生寮入ってたんで、うん、みんなで一緒にお風呂入るんですよ。そうするとみんながこうお互いに裸見合えるんで、あいつやばいみたいな感じ。ちょっといい、見せてもらっていいかしら。わかりました。じゃあちょっと脱ぎます。どういう感じなんだろうね。じゃあ、あ、腕ね。あ、そんな濃くはないんだよね。腕も別に普通ぐらいでしょ。普通ぐらいだね。そうなんです。おお、なるほど、いらっしゃい。よかったよかった。すごいね。あ、ここまでだとやっぱり普通じゃないね。普通じゃないね。え、なんか生え方が不思議な生え方じゃない？ V 字になってるよね。はい、これはあのここ本当生えてるんですけど、今剃ってて、っていうのはあの V ネックのシャツとかあるじゃないですか。あれが着たくてここ剃ってる。そこだけ、あ、はい、V ネック仕様になってる。じゃあこれさ、こういう風になってるんです。下は、下はどうなってるか。これずっとつながってて、うん、ここからずっとこう。あ、これって何、どう、あの下の毛からずっとつながってるんだ、やっぱり。そうですね、ずっと足からずっと。足から。ちょっといい、ちょっとズボンを一丁になれる。大丈夫。大丈夫です。親見る、親見るらしいんですけど。親にも知ってもらえ、こんなの大きくなりましたってさ。俺そうなってくるとパンツの中身も気になってきちゃうよ。で、ま、前はちなみに前、前はじゃあこのラインまで、これ V もここまで見せられるじゃん。うん、上げて、あー、生えてるね。ちょっとでも前が開いてるから、前がちょっと開いちゃってるなって言わない。すいません、もうもう漆黒の闇だったけどね。物が見えなかったもん、幸いにも。下の毛の定義は何だと思ってるの？個人的には、うん、なんか毛の質がこの辺で変わってくるんですよ。あ、そうなの、はい、どう変わってる？この辺から下の毛、ここですね。結構攻めるな。いや、これはもうスタイル攻めすぎじゃない？ちょっと開けてみてよ。いや、全然じゃねえか。だからどうする？なんだっけ、結局なんだっけ、結局、うん、こっちなんですよね、どっちかというと。胸毛ってどっから胸毛と、胸毛と脇毛の境がわからない。あ、そんなメールだったっけ？そんな口コミよ。下の毛でずっと話したけど、ここは悩んでないんだ本人。一回脱いでもらっていい？なんでよ。あんまり生えてない人の脇毛の位置を見て比べて。いや、それはわかるだろ別に。もう自分だってそうなんだからさ。どこまでが脇毛これは。いやいや、ここだろ。繋がってねえんだから、私は。で、関村くんは、はい、自分ではどの辺が脇毛だと思う？どの辺までが、うん、この辺で毛の質が変わってくるんで。お前答えてくれ。あるじゃねえか、明確な基準がよ。何しに来たんだよ。でもいいよ、帰れよ。